毎度、徹子です。韓国の国技の一つに踏み倒しがあります。米国のイラン制裁で、韓国国内のイラン中央銀行名義の口座が凍結。韓国がイランに支払う原油輸出代金70億ドルも凍結されています。しかしそこは韓国。イランから自国輸出企業への支払いが滞っていることを問題視して、凍結中のイラン口座から輸出代金7000万ドルを回収していたみたいです。ニュースの詳細。米国の対イラン制裁によって、イランから韓国企業への支払いが滞っていた輸出代金7000万ドル約80億円が先ほど回収されたことが分かった。韓国政府とワシントンの消息筋が14日に明らかにしたところによると、トランプ政権による2018年のイラン制裁以降、韓国企業約40社は輸出代金7000万ドルを回収できていなかったが、先月末にイラン側から回収したという。バイデン米政権が今年3月、イランの資金に関する制裁規定を緩和したおかげだ。今回、韓国企業約40社が回収した輸出代金は、韓国に凍結されているイランの資金から支払われたものだ。イランは、2010年、イラン中央銀行名義で、IBK 企業銀行とウリー銀行に、ウォン建ての口座を開設した。その後、この口座を通じて、韓国から石油輸出代金を受け取っていた。しかし、トランプ政権時代の2018年、米政府がイラン中央銀行を制裁対象としたため、この口座が凍結された。そのため、韓国が石油輸入代金としてイランに支払うべき70億ドルが口座から移動できなくなってしまった。米国は、今年3月、韓国企業がイラン側から回収できていない代金があれば、韓国に凍結されているイランの資金を使って解決できるよう例外を認める規定を設けた。米国の対イラン制裁によって、韓国企業がイランから輸出代金を受け取れないという被害が発生したため、米国が具体策を講じてくれたわけだ。ただし、この規定が適用されるのは、トランプ政権がイラン中央銀行を制裁対象に加える前に発生した取引のみ。規定は先月に満了する予定だったが、ブリンケン国務長官が90日の延長を表明したため、さらに多くの韓国企業が輸出代金を回収できることになった。米国務省の報道官は、この例外規定について、同盟国として米国の対イラン制裁を持続的に支持してきた韓国と日本の企業が被害を受けているため、被害を防ぐための規定だと説明した。とのことです。あかん。米国が韓国で凍結されているイラン資金から支払いが滞っている分の代金を抜いても問題なしと太鼓判を押しました。で、韓国が堂々とイランの凍結資金からお金を抜いて、それを自慢しているんです。韓国とイランは米国政府の承認を得て、イランの原油輸入代金をウリー銀行と IBK 企業銀行に開設されたイラン中央銀行の口座にウォン建てで入金。イランに対して制裁対象外の物資を輸出する韓国企業は、その代金をこのイラン中央銀行の口座から受け取るという取引をイラン側と定めています。しかし、米国がイランの中央銀行を制裁対象に指定したことで、イランとの貿易は事実上中断し、口座も凍結。凍結されたお金は本来ならイランに支払わないといけないお金です。でも、イランには支払わず、自国企業の代金回収と称して資金に手をつける。これはお金を盗んでいるのと同じことなんじゃないかな。イランの同意は得ているのでしょうか。韓国の関係者は、3月以降の3ヶ月間でこの例外条項を通じて、韓国企業が輸出代金未収金を回収することができた韓米外交安保金融当局間の緊密な協議を続けてきた結果と自慢げに語っています。この例外条項を通じて支払いが滞っていた代金を回収した企業には日本企業も含まれているそうです。凍結中の資金を韓国企業に支払ったということなら、凍結解除という扱いにしてもいいんじゃないかなって思います。ほんで、核開発を進めたり、中東でのテロ活動を支援したりと危険な国ですが、一方的に資金を凍結されて韓国側に原油輸出代金を踏み倒されそうになっているイランには同情してしまいます。
凍結されている資金は、イランが運用して元手を増やしたり、ワクチンなどのコロナ対策を充実させるためにイランが必要としているお金です。しかし、韓国企業の懐に入る。こんな行為が許されるはずがありません。米国のイラン制裁は突然実施されたのではなく、ちゃんと猶予期間があります。その間に、他国は金融制裁前にイランとの取引を終えているから、韓国みたいなことにはなっていません。韓国が支払いを済ませていないということは、意図的に踏み倒そうとしていたとも言われています。凍結中を理由に利子をつけず、イラン側からの返済要請をのらりくらりとごまかす。これが先進国にすることなのでしょうか。自称先進国から国連お墨付きの先進国になったのだから、代金の支払いを渋るとかみっともない真似はやめてほしいですね。こちらが韓国の反応です。サード報復で国民と企業が被害を受けた金額はいくらだろうか。その地域の人たちは洗脳されて、お金をもっとくれとわがままを言っている。70億ドルは支払わないが、7000万ドルは回収する。何かがおかしい。受け取るお金はスズメの涙だが、イランにあげるお金は巨額です。イランのように我々もイラン国籍の船を打破しましょう。ムンジェイン政権はよくやっている。イラン凍結資金を活用して輸出代金を回収し、韓国船舶抑留被害代金も回収しましょう。トランプのおかげでイランからの石油輸入代金が無料になった。800億ウォンの3年間の利息はいくらですか。それも合わせて回収しましょう。我が国に縛られているイランのお金は 7.6 兆ウォンです。法定利息払ってくれるかな。本当に情けない。イランからもらうべきものをもらったんですが、米国から何かの恩恵を受けたかのように報じられている。超大国アメリカや中国という国を無視することはできない。中国の夢よりはアメリカンドリームの方が夢がある。米国は自国利益しか見ないから信用できない。韓米同盟もロシアや中国への牽制のためであり、韓国のためではない。むしろ米国は日本の味方だ。福島汚染水放流も米国が手を挙げて支持している。米国は独島問題では日本の肩を持っている。韓国の領土を日本が自分たちのものだと言い張っても何も言わない。これだけで米国がどちらの味方なのかわかる。これが大韓民国の実力である。以上が国民の反応です。韓国から外資が逃げ出したらウォン安が加速します。イラン中央銀行の口座はウォン建てなので、ウォンの価値が紙くずになる前に原油代金を回収できるといいですね。最後まで見てくれてありがとうございます。